山口さん、はい、なんとここでサンダースリーの担当編集者須藤さんがスタジオに来たそうです。おかしいよね、こんなタイミングで。須藤さんどうぞ、はい、須藤さん、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。須藤さんが担当してるんですか？そうです。池田先生を。池田先生を。講談社の須藤。そうです。あ、講談社の須藤さん、はい。まあ我々いろいろこうやってたんですけど、はい、まあどうしてもですね、これ編集の方にも聞きたいけど、やっぱり池田先生、やっぱこの噂がつきまとってるんです、はい、これやっぱ編集さんも知ってる。知ってますね、はい、そうですよね。我々もうあんなネットで界隈ではもう散々、はい、言われて、え、須藤さんと一緒にじゃあサンダースリー生まれる瞬間も、はい、はい、1話目から。1話目から、はい。ほう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 。一番目からね。え、じゃあ持ち込んだのはサンダースリーの設定はああいう感じやけど、ちょっとまだ完成形じゃなかったっていうことですか？全く別のもの。全く別のものですか？はい、で連載でっていうんで、うん、いや普通はやっぱ新人賞とかがあるし、うん、やっぱ賞取ってからじゃないと、ね、うん、デビューってできないですよっていう話をして、うんうん、いやでも一話目なんで困ったなと思ってあの編集長と一緒に行って原稿見せたんですよ、うん、できちゃってたから、うん、書いちゃったんだけど、じゃあとりあえず話をしようと、見に行こうって言って読んだらその場で連載決まっちゃったっていう。そんなことってあるんですか？ないです。全然ない。本全然ないんで珍しい。で普通じゃなかったんで、漫画がデビューしちゃったっていう。ただね。はい。ただね、須藤さんとおっしゃる。うん、奥先生感があるぞ、うんうんうん。普通に我々も思うんです。うん、あれこれガンツと共通点がある画力、展開、うん、おもろさ。ガンツの一巻とかもう本当双璧をなすぐらいおもろかったけど、それを先生には伝えなかった？あ、伝えました。あの伝えたっていうか、あの好きだっていう話はよくしてたから、はあ、似てるねっていう。それ池田先生の顔を我々が見せていただくっていうことはできないんですか？はいはい、池田先生の顔をちらっと見せてもらえれば、はい、納得するっていう か、 なんかそれだけの話、はい今日それだけの話。それだけの話だ。それだけしません。お写真でも撮らせてもらったことないです。嫌いなんですよ。え、若手漫画家が？はい。基本なんかそういう。今回なんか写真系も本当にずっと嫌だ嫌だ言われてて、何も出したくない何も出したくないって中で、いやいやでもこんだけやっぱり知りたがってるから、なんか出せるものちょうだいよって言ってもらった。最低限、はい。おいくつ？あ、そう、年齢ぐらいはね。年齢もでも。あの教えてくれないです。教えてもらう。違う、あなたが思った印象だよ。年齢のその実年齢。わかるじゃん。だいたいパッと見で。あなたが思った印象。非公表なんですよ。非公表なんで。非公表ですって言われても、まあ、あ、そう。漫画家の先生ってどっかでアシスタントとかされて、はいはいはい、修行とかされてからデビューされる方多いじゃないですか。はいはい、池田先生はどこでどっかでアシスタントとか。アシスタントやってたことはありますね。あ、されてた。はい、どこで？それはね、あの先生のところ、あの先生のところではないです。あ、違う先生のアシスタントをされてた、はい、それはちょっと名前は言えないんですけど。あ、でも結構有名な方ですか？有名な方ですね。あの方ではない。はい、ただ、さっきも説に出てきた、はい、奥先生のアシスタント説、あれは間違ってます。俺は違うと。あ、1個だけ消えましたね。はっきり3つのうちの1個が消えた。じゃあ子供だ。池田さんと話しててお父さんが漫画家だったとか親類にいるとかいう話も聞いたことがないんで、ちょっと分からないですね。その2つ目は分からない。あ、須藤さんは奥さんの息子ではない。息子ではないですよ。はい、はい、消えました。そして今性別も男だとちゃんと、はい、あ、はい、わか言いましたね。息子って子供と言ってます。息子って言いました。引っかかりました。はい、三のうち2つ消えました。まあここまでは予想通りと言っていいでしょう。はい、さあ本丸です。さあ行きましょう。
で、別名義の池田先生は別名義の奥先生、うんうん、本人っていう可能性は、いやでもお二人の話聞いてるとね、本当僕実は奥先生と打ち合わせしてるのかなとかちょっと思っちゃうぐらいの推理ですね。ちょっと絵描いてもらっていいですか、あなたも。あなたもちょっとよ、随分怪しいですね、何かのらりくらいかわし方が、うん、容疑者から外れたわけじゃないんでね、須藤さんも、うん、あなたが須藤かどうか私だってわからない。怖いんです、あなたが帰った後にサンダースリーの絵があの辺に置いてあるみたいな。いやもうバンクシーバンクシーレベルのやり口してんや。怖い可能性。今日はありがとうございます。ありがとうございます。ウサピョン、ウサピョンがないんか。